どうもこんにちは、ゲームクリエイターの横尾太郎です。ニーやオートマタとか、まあそういうゲームいろいろ作ってる人間です。今日はですね、マレーシアのレベルアッププレイというイベントでビデオインタビューってことなんですけれども、通訳さん挟むとやっぱり時間がかかりますので、自分で質問文を読んで回答する形式でお届けしたいと思います。じゃあ最初に質問1、まずシノアリスについてなんですけれど、2017年の日本国内リリースと違いまして、つい最近グローバル配信が始まりました。グローバル化できましたことについてはどう思っていますか。はい、こちら回答なんですけど、グローバルバージョンが出て海外の皆様にお届けできることを本当に嬉しく思いますっていうのが普通の回答だと思うんですけれど、日本でリリースされてから3年近く経過しててタイムスリップしたようなね気分になってます。なんでタイムスリップしたい人はぜひ遊んでみてください。質問2、モバイルゲームでありながらシノアリスは横尾さんお持ち前の価値観やフィロソフィーをうまく表現できていますか。回答です。横尾太郎は特定の価値観やフィロソフィーはありません。あいつは単に酔っ払いのおじさんです。はい、質問3、世界設定の視点からシノアリスの核なるコンセプトを教えてください。回答、世界観の核となるコンセプトはガチャです。じゃあ次、質問4、運営開始から早3年も経っておりますけれど、シノアリスについて改めて思うことはありますか。回答です。改めて思うことはですね、薄暗い顔をしたキャラクターが殺し合うゲームがですね3年近くも続くなんて思ってなかったですね。もう最近改めてそれを痛感してます。はい、質問5、モバイルゲーミング自体については横尾さん個人的にどう思っておりますか。じゃあ回答です。モバイルゲーム自体僕は好きでも嫌いでもなくて、お仕事いただいたら何でもやるよって感じなんですけれども、可能ならもっとハードコアなガチャゲームとか作りたいですね。10連続ガチャが1億円ぐらいのやつを作ってみたいです。はい、じゃあ次、質問6、横尾さんご自身は何かモバイルゲーム遊んでらっしゃいますか。もしあればお気に入りのタイトルを教えてください。回答です。モバイルゲームっていうか、僕はそもそもゲームをあんまり遊ばないですね。この前ララクロフト GO っていうのをスクエニさんのゲームなんですけど遊んだんですけど、あれは面白かったです。遊んだのそのぐらいです。はい、質問7、先月の TGS 発表でニーヤリインカーネーションという別のモバイルゲームの開発にも関わってらっしゃるとお聞きしています。その登場人物や世界設定について何か教えていただけますか。回答は次のような感じです。ちょっと細かいんでよく聞いてくださいね。https://nerreinationdot.jp/ 以上です。質問8、別のインタビューにてストーリーについて考えるときはよくビールを飲んでいらっしゃるとお聞きしています。リインカーネーションの時も同じ感じでしょうか。もしそうでしたらどのぐらい飲んでいらっしゃいますか。回答です。実は肝臓が弱っててですね、医者にビールは止められたんですよね。で、最近はもっぱらワインとウイスキーなんですけど、いやワインとウイスキーも実際医者には止められてるんですけれども、昨日はワイン1本1人で開けちゃってもう死ぬのかなっていう気持ちでいます。はい、次、質問9、去年のレベルアップでは再デザイネーション代表取締役の三田場秀夫さんをゲストとして来ていただきました。ニーヤオートマタでメインキャラクターデザインを務めた同じ再デザイネーションの吉田明彦さんも今回のニーヤリインカーネーションに関わってらっしゃるとお聞きしています。リインカーネーションの制作時、キャラクターかストーリーかどちらを先に考えたのでしょうか。できればその制作プロセス自体についてもぜひお聞かせください。はい、回答です。僕はですね、実は自由に仕事してるわけじゃなくて、まずお金をパブリッシャーさん、ここで言うとスクエアエニックスさんからいただいて、それで作れるステージをまず設計するんですね。なんでかっていうと、ステージが一番やっぱりお金がかかるんで。で、ステージを大体こんな感じかなと思ったら、次はですね、ソーシャルゲームの運営さんに言われるがままに何体キャラクターを作れって言われるんで、そのキャラクターセットを一生懸命考えます。で、シナリオは最後ですね。文字なんでいくらでも後で変えられるので、一番最後に考える要素です。そんな感じでいつも作ってます。質問10、
インタビューの時はよく新谷オートマタで登場する実験兵器7号エミールの被り物をしていらっしゃいますね。エミールを被り物にしたか、それとも被り物がエミールになったかをぜひ教えてください。これからもよくインタビューにお呼びされると思うけれど、もう少し快適な被り物を作ることや他のキャラクターに移ることなど考えていらっしゃいます。回答です。答えはですね、エミールを被り物にしたが正解ですね。もう少し快適な被り物が欲しいかっていう質問なんですけれども、僕はインタビューが嫌いなんで、これから極力、顔が出ない、このマスクが出ないようにしたいと思っています。じゃあ次、質問11。例の被り物をした時、これエミールの被り物ですね。何か性格に変化など感じていらっしゃいますか？それともかっこいい被り物をしたにもかかわらず、元の横尾さんでしょうか？回答です。被り物なんですけど、意外と息がしづらくてですね、外がよく見えないし、音も聞こえづらくて、中すごい、さらに暑いんですよね。だから、あれを被ってる間、すごいバカになりますね。IQ が10分の1ぐらいになります。はい。質問12。毎週どんな形式でもお構いなく 2B の二次創作やコスプレを要求なさるとの噂をお聞きしていますけれども、現在も募集中でしょうか？その噂のコレクションは今となってどのぐらいのサイズに膨らんでいらっしゃいますか？募集は特にしてないと思うんですけれども、最初は欲しいって言ったらわーっとくれたんですが、今は特に毎週募集はしていないです。ただネットでニーヤのコスプレを見ると全部僕画像保存してるんで、全部でだいたい 10GB ぐらいあるんじゃないですかね。結構保存してます。はい。じゃあ次、質問13。個人的に自分はどんなゲームディレクターやライターだと思いますか？はい、回答。横尾太郎は酔っ払いで嘘つきのゲームディレクターだと思います。だからね、これまで質問に回答してるんですけれども、ほとんど嘘だと思った方がいいと思います。はい、じゃあ質問14。もしゲームディレクターやライターになっていなければ、今の横尾さんご自身はどんな職に就いていたと思いますか？回答です。うどん屋さんとかやってたと思います。じゃあ次、質問15。今現在新しいターン制の JRPG はあまり耳に入らないのはなぜかと思いますか？回答です。僕もターン制 JRPG を作ったことがないので実際よくわからないんですけれども、実際のところあんまり売れないからじゃないのかなと思いますけどね。ただ、パブリッシャーさん、例えばスクエニさんがターン制 JRPG 作れって言ったら僕は作ります。はい。クリエイターはパブリッシャーの奴隷なので何でも作ります。質問16。今横尾さんが関わっていらっしゃる制作中のゲームの中、自分が作りたいというゲームと自分が作らなくてはいけないというゲームの割合はざっとおっしゃるとおいくらでしょうか？回答です。ですね、実はこれ僕よく回答してるんですけど、僕はずいぶん長い間下請けで仕事をしてたので、自分で作りたいゲームっていうのはないんですよね。パブリッシャーさんからリクエストいただいたらその中で頑張るようにしてます。で、頑張りすぎて結果的にパブリッシャーさんの希望から全然違うものになったりすることはあるんですけれども、なんだろうな、人間はよくそうやって失敗する生き物なのでしょうがないなと思ってます。質問17。次世代コンソールが迫っている真っただ中の今、その制作に関わっていらっしゃる身としては、これからのゲーム制作の形作りやその方針と限界にどんな影響を与えると思っていますか？これはですね、全く分かりません。僕未来のことは全然分からないんですよね。皆さんゲーム業界の人は例えば PS5 の情報とかすごい昔から持ってたんだろうって思うのかもしれないんですけど、僕はPS5 の情報なんてネットで見たことが全てなので、皆さんと完全に同じです。だから皆さんが思うほどゲームクリエイターはゲームの未来に詳しくないですというのが回答です。はい。じゃあ次、質問18。横尾さん個人的には技術がデザインに限られるか、もしその真逆かどちらかだと思いますか？これなんだろうな、技術とデザインどっちが大事かって話なんですか、かね。回答です。僕は常に技術にもデザインにも、ストーリーにもゲーム性にも限りません、縛られません。僕はいつもお金だけに縛られて生きてます。以上です。ということでね、ビデオインタビュー終了としたいと思います。2020年に入ってからいろんなことが起きてしまって、なかなか海外に行くことができないんですけれども、マレーシアとかに行って美味しいご飯とか食べたいなと思っています。ハイナンチキンライスとかラクサとかね。そしたら皆さん僕にビールをおごってください。それでは皆さん、さようなら。